皆さんこんにちは、ピンカンの清原です。それではね、20万円の 2way と 3way のスピーカーの聞き比べ、まあ、あのリークとですね、ワーフデールっていうのはあの同じグループですね、あの IAG というね、あの中国のオーディオファンドの子会社になってまして、まあ、持ち株会社になっておりまして、まあ、あの例えばね、箱ですとか箱の材料ですとかいろんなところにあの部品の共通化っていうのはあの図られてます。例えばあの後で出てくるリークのアンプであればクオードのアンプに近いとかで、あのプラットフォームを共有しながらもあのきちっとあの味付けはあの異なるという、まあ、非常に効率的なね、あの生産方法を取っているためにあの比較的値段が安くなります。まあ、これがね、19万8000円 2way で、同じく 3way で、20万8000円。まあ、3way の方が、ワーフデールの方がスーパーデントね、かなりあの、割安に感じるんですけれども、まあ、とりあえずあの、この 2way のリークオーディオサンドイッチ150、19万8000円のスピーカーから聞き比べていこうと思います。こちら 2way でですね、広域はですね、25mm のですね、見ていただいてわかりますように、あの、ソフトドーム、テキスタイルドーム型のツイーターを搭載しております。で、ウーハーなんですけど、珍しくアルミニウム、完全に金属なものではなくて、まあ、多分あのこの音からして、まあ、あのペーパーとか樹脂系のものとアルミニウムをハイブリッドにしてるんじゃないかなと思うんですけど、音的にはそんな感じですね。触ったら結構冷たいんで、メーカー的にはあのアルミニウムコーンというふうにあの表示をしておりましたけど、170mm のウーハーユニットが使われる 2way、 能率は 86.5dB、分割周波数帯域は 2400Hz ですね。再生周波数帯域、こちらは 44Hz から 26kHz、プラスマイナス 3dB と。まあ、このクラスのスピーカーにしては低音はまあまあよく、あのスペック的にはまあまあ、 あの頑張ってる方かなというふうに思います。入力インピーダンスは8オーム、寸法は高さが415、幅が250、奥行きが290、プラス端子の分 25mm。重さが 12.3kg、 仕上げはこのウォールナットのみとなっています。まあ、あの見ていただいて分かりますように、このね、縁にもこうアルミカラー的なあの枠がついて、でネットもですね、なかなかこういうあの水道のかっこいいものがついてましてですね、まあ、これはあのマグネットキャッチなんで、このように簡単に外すことができます。で一応まあネット外れた状態で、聞いていこうかなというふうに思います。最初に聞いていくアンプはね、先ほども紹介しましたけれども、エアーボーのですね、ステレオ 70S スペシャル、税別19万円。まあ、こちらのネットワークで、注意のミニ PC につないでおりまして、J リバーでですね、あのネイティブで、CD からリッピングした信号ですとか、フラッグの 88.2kHz 24bit の配列とか、そういうあの信号で聞いていこうと思います。まず、あのいつものインスト3曲から聞いていこうと思います。
まずね、あのエアボーのステレオ 70S スペシャルで、インスト3曲聴いてました。あのまあ最近思うのはあのこのアンプのせいもあると思うんですけど、意外にねあの各スピーカーの個性が小さくて、どのスピーカーを聴いても一定以上の良い音で鳴るなというあの印象があのすごくあります、ね。まあ、あの40種類のスピーカーを聴き比べはあの HD アンプ1でやったんですけど、まあ、HD アンプ1の方がもしかするとそのスピーカーの個性っていうのははっきり出してくるのかなっていう感じしますね。あちらはの DQ アンプ、こちらはあのアナログアンプということで、まあ、アナログアンプの方が、まあ、そのうまく鳴らすっていうかね、あのそういう能力が高いのかなと。デジタル DQ アンプの方がよりあの歪みが少ないんで、やっぱりスピーカーがもし歪みっていうか個性を持っているとその個性がはっきり分かりやすいのかなという感じはしました。まずせせらぎなんですけど、広域にねあの若干濁りを感じます。多分ねこのあのツイーター周りのあの反射ですとか、これ金属プレートですね、冷たいから、この金属プレートの反射とか、まあ、このバッフルからのあの反射の影響が若干ですよ、ほんの少しあるので、あのそれがあの広域のほんの少しの濁りにつながっていると思います。まあ、それを除いては音はあの非常に細やかでね、あの低域もよく伸びて自然で癖のないバランスだなっていうふうに感じました。まあ、20万円の 2way としてはもう本当に立派な音だなというふうに感じました。次、あの、エルガーの愛の挨拶ですけどね。まずイントロのピアノなんですけど、この左手のですね、低音がですね、すごいあの、響きが自然で心地いいなっていう感じですね。まあ、B&W とか高性能なスピーカーだと、その響きがもう少し高質なんですけど、やっぱりこのあの、見た目通りに、結構こう、木質的なね、響きの良さがあって、こう、グランドピアノの金属とあの木が使われているグランドピアノのその木質的な部分の心地よさをより上手に引き出してくれるなというイメージですね。で、同時にやはりあの打鍵感ですね。あのこのハンマーが、ピアノ線、ゲージに当たった時の打鍵感もタッチがちょっと柔らかい感じ。あのタッチの強弱きちっとわかるんですけど、あのハードじゃなくてややソフトなタッチという傾向ですね。で、バイオリンもですね、あのやはりテキスタイルドームなので広域があのひりつくこともなくしっかり伸びてる感じです。ただですね、やはりあのこのあのアルミと言われてるコーンの影響なんだと思うんですけど、ピアノとバイオリンに若干こうあのその金属的じゃないですけど、若干こうあの普通の紙よりはあの芯が強いというか強いなっていう感じはします。でも、まあ、それはあの、好みの範囲で、総じて、あの、まあ、すっきりとか、はっきりとか、くっきりとか、そういう、あの、表現でできるような音が鳴ったんじゃないかな、っていうふうに思います。で、最後のですね、あの、バッハ、バイオリンコンチェルト、ね。これはですね、広域はですね、少し、あの、強めに感じることもあるんですけども、これはもう、エルガーの愛の挨拶で述べたように、好みの範疇だと思います。で、低音も非常によく出るので、まあ、あのこのソフトでよく言う重要な低音楽器、中音楽器、高音楽器のバランスは非常に適正で癖がないあの音だなというふうに思います。総じてですね、こうメリハリの効いた明るく快活な音はあのこのあのバッハコンチェルトにとてもよく合うなという感じですね。で、箱の、この反射ですね、ごめんなさい、このバッフルの反射とか箱の鳴きっていうのは古いスピーカーって結構あったんですけど、これはあの見た目レトロですけど設計が新しいので、そういうことはあのほとんどネガティブなそういう面はなくてですね、ただあのやはりバッフルがはっきりあってここにエッジもついているので、音像はスピーカーを中心にこう後ろに広がるというよりは前にちょっと押し出される感じ、そういう意味ではあのジャズ系とかポップスとかロックとかそういうボーカル系のものにより合うのかなっていうふうに思います。ということで次あのボーカルを3曲聴いてみようと思います。
趣味と違う気がした。流行りのカフェで待ち合わせようなんて、先に着いてたのもこんなこと初めてね。ボーカルをね、3曲聴いてみました。まずNever Absolution のイントロ部分ね、バグパイプの音はね、高音がやっぱり芯があって、本当にこう上の方まで綺麗に伸びていきますよね。で、音の変化もクリアに出て、とてもバグパイプの音良かったと思いますね。で、低音が入ってきた時は、やはりこのサイズのブクシェルフ型の標準よりはよく出て、これで聞く限りもサブウーハーの必要性を感じさせないぐらい充実した低音が出たと思います。ボーカルが入るハーモニーのところでは、その分離感と混ざり のバランスがとても良くて、このソフトを聞いた感じ、このスピーカーはすごくいいなという印象になりました。はい、2曲目のですね、ストレンジャーですね。これは冒頭のやっぱり金属の音っていうのはすごくはっきりとリアルですね。くっきりしてますね。で、指打ちの音も非常に圧力があって強くて良かったと思います。で、伴奏はですね、全体的にちょっとこう、キラキラしたようなね、感じがあって、とてもこの曲の伴奏には、マッチしてたんじゃないかなと思います。で、低音が入ってくるところでは、やっぱり低音はすごくよく出て、もうこのソフトでは、まあ出すぎるぐらいかなっていうぐらい低音はよく出ますね。で、ボーカルはですね、ちょっと強めで、やや乾いた感じで、時々このストレンジャーを聴いているとちょっとピーキーで耳障りに感じるかなっていうギリギリのラインですね。これは好みが分かれると思います。まあ全体的には明るく爽やかな音でこのストレンジャーが鳴ったというふうに思います。夏の終わりのハーモニーなんですけど、
これはね、ピアノの音は非常にやっぱりしっかりしててくっきりしてて、ピアノの音はすごくいいなというふうに思います。でギターの音も結構このギターの音って伴奏に入ってるんで、なんかとなく他の楽器の音に紛れてなんとなく聞き取りづらかったりするようなこともあるんですけど、そういうことがなく非常にこうギターの金属弦のね、しっかりした様子が再現できたかなっていうふうに思います。でボーカルはですね、やっぱりこのバフヌの反射がですね、いい方向に働いて、伴奏からですね、こうスッと抜けてきて、スピーカーの前にボンと停止してですね、こう目の前で本当に玉木さんが歌ってくれている、本当にマイクに近接して歌ってるっていう良さがね、きちっと伝わったかなっていうふうに思います。この曲でもやっぱり低音はよく出て、サイズを超えるスケール感を持ってこの曲を聴かせてくれたかなというふうに思います。全体的なイメージとしてポークよりは柔らかいんですけども、ダリよりは硬いという、ちょうどポークとダリのまあいいとこ取りといえばいいとこ取り、ちょうど中間にあるような感じの音のスピーカーだなというふうに思いました。では次にね、アンプをリークのアンプに変えて同じ6曲を聴いてみようと思います。